ふらかりとですね、一番難所も乗り越えましたよ。ブレーキが効いたことない音してますよ。いけるかな。はい、ダイレクトショップ下中自動車のアキです。いつも動画をご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今日はタフトの 4WD ですね。Xターボの 4WD なんですけれども、このタフトの 4WD の Xターボも、そろそろリースアップということで、返却する時期が近づいてきました。まあ、いろんなところ走ったりねしましたけれども、肝心なところまだちょっと一箇所ね行ってなかったのを、まあ分かってたんですけれども、ちょっと行きたくないんで行ってなかったんですけれどもね。それはまあ 2WD でも一度行った、クラカリポですね。まあ、結構難所で、ひどい目に遭いましたけれども、まあ、そこをタフトの 4WD の X ターボで、走行したらどんな風になるかっていうのを、最後の優秀の美ということで、一度撮ってみようかなと思いますので、よろしければ、ご視聴いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは行ってきます。はい、それではそろそろ暗がり峠が近づいてきました。まあ、今日はゴールデンウィークなので、まあ、コロナもね、ちょっと今回のゴールデンウィークは割とマンボウとか緊急事態宣言も出てないんで、まあ、お出かけされる方も多いかなということでですね、暗がり峠、まあ、ひょっとしたら天気もいいんで、いろんな方が来られてる可能性もあるなと思って、まあ、できるだけちょっと早めの時間帯に来れば、まあ、空いてたらいいなということで、伺っております。まあ、前に撮ったのは 2WD のタフトだったんですけれどもね、その時かなり怖い思いをしたんですよね。まあ、車 4WD のね、ターボが、まあ、前の車もクロムベンチャーで来てたんですけれども、前の車の時はね行かなかったんですよね。なんで行かなかったのかと言われたら、もう二度と行きたくなかったからということなんですよね。まあ、それぐらいちょっとインパクトも強いしすごく怖かったんで、もうあんな思いは二度としたくないなということで、行きませんでした。今回ね、あのタフトの 4WD の X ターボなんですけれども、返却しないといけないんですけれども、まあ、その時にねやっぱり言っといてよかったなーって後で後悔すること思ったらね、やっぱりいいかな、しゃあないかなと思って、これです、この看板、この看板が暗がり峠の看板ですね。本当に憂鬱で気が重いです。一番怖いのはやっぱ事故なんで、まあ、事故を防いで、あ、後ろタフト来てるな一緒の目的ちゃうよ、はい、いや怖い、あ、怖い黒いが嫌なんですよね。暗がり峠を望んでいく人はまあそうそういないんかな。ここ危なかったんで前。よし、まだついてる。よし、まだついてる。よし、まだついてる。まあまだベタ踏みはしてませんけれどもね。まあ 2WD のこと思ったらやっぱり 4WD やから力強いんかな。まあでも久々でいきなりねちょっとやっぱ舐めてましたね。まあ、前回一回行ったんでね、ある程度の知識はあるんですけれども、まあそれでもやっぱりいけなかった言ってないですね。カメラは全然ダメですね。 4WD ですけれどもほぼベタ踏み状態になってましたね。いけるかな。ちょうどねタフトの、あ、もう来た、後ろから車来た、あー、まだ来た、ちょっと先行ってもらう、煽られたらいかんわ。
トルは多分みたいな感じかな。境ナンバーの N ボックスがね抜いていきましたけど、多分まあ若い方なんで似たような感じで、走ってはるんでしょうね。 2WD やったらもうちょっとねあのベタ踏み状態が多かったんですけど、今回 4WD なんで割とベタ踏みしなくてもね割と登ってくれてますね。だから良かったなって思います。前回はこの辺もかなりね息言いながら登りましたけど、どうだろう。ああ、行った行った。あ、行くな。あ、行ってます行ってます。おお、タフト4個すごいな。力強いな。まあね、その先に N ボックスがどんどん行ってるから、そのタフトも行けて当たり前でしょうけどね。で、まあ2回目ということもあるね、ちょっとね、心理的余裕も若干ありますけれども。まあ、この辺はまあまだね、序の口といえば序の口なんでしょうけれども、まあ、それでもね、結構走り応えありますね。また対向車が来てないだけいいんですけどね、これ多分ね、対向車来だしたらやっぱ怖いんですよね、まだ歩行者だけなんで、問題はこれ、下り行けるかどうかやな。する前に先に下りをねできれば行きたいなと思いますけれども、さあ
が始まりますよ。さあ今日この下りがもう対向車来る前に来ますよ。来ましたね、あと残りわずかになってきましたということでね、タフト 4WD 暗がり峠、行き帰り往復無事走破できました、おめでとうございます。で、2WD よりも 4WD のやっぱ力強さがね、かなり感じられました。まあ、ブレーキがちょっとねすごい下り変な音したんでね、ほんま怖かったんですけれども、まあなんとか無事帰れたんでよかったかなと思いますけれどもね。ということでね、タフトの 4WD も絶賛販売中でございます。大阪府和歌山でタフトをご検討の方は、大阪府泉南郡熊取町、ダイハツショップ下中自動車で、絶賛販売しておりますので、よろしければお声掛けいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で動画の方もね、すいません長々とこうお話しさせてもらって
ましたけれども、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。またチャンネル登録もよろしければね、お願いできればなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではどうもご視聴ありがとうございました。